いちこです。今日は2022年5月1日日曜日です。高松の天気は朝から晴れで、昨日と同じで少し寒いくらいです。午後3時前の温度は21度をスマホで表示しています。さて、動画は前回の続きからで、三条町に入っています。琴電三条駅近くの南側の橋を渡っています。これは御母川から分かれた川沿いです。名前は分かりません。御母川でいいのでしょうか。ここで初めてというか、今まで意識しなかった花が目に留まり、後で調べました。雪柳の八重咲きと思われました。違うかもしれませんが、今まで知っていた雪柳とは全く違います。昔からあるのかも調べていません。雪柳の花は今まで読み上げていませんが、機会があれば読み上げたいと思います。三条町は太田地区になりますので、太田を読み上げます。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。太田、高松市。出典フリー百科事典ウィキペディアより。太田は香川県高松市中部にある一地区で、高松市役所太田市長所の管内。三条町、今里町、今里町1丁目、今里町2丁目、松縄町、布施市町、太田下町、太田上町の8町からなる。かつては大部分が香川郡太田市でした。中心部に隣接し、近年になって交通の便も良いために高松市有数のベッドタウンとなっている。地区内の太田駅周辺地区と三条駅周辺地区は高松都市圏に8ある地域拠点の2つを形成する。地理。地区は高松市中部に位置し、御母川を挟んで高松市中心部に隣接した南北に細長い地区である。人口は2009年時点で 35,799 人、男 17,301 人、女 18,498 人、世帯数は 14,915 世帯で、平成の大合併以後も本町地区を除く高松市内の地区で人口世帯数ともに最多である。面積は 6.02 平方キロメートル、人口密度は1平方キロメートルあたり 6,051.5 人。面積は高松市内の地区では平均的であるが、人口密度はやはり本町地区を除く高松市内の地区の中で最高である。高松市中心部の外縁に位置し、連続した市街地を有する。地形。全域が高松平野の一部で、地区の北西端を御母川が流れる。野田池をはじめとした大きなため池が3つあり、もともと農村地帯であったため、小さなため池もところどころに存在する。山なし。川御母川。湖沼、野田池、太田池、蓮池。土地利用。北西部の御母川周辺の地域は高松市中心部と直接隣接しているため、ほとんどが住宅密集地である。この地区は南北に細長く、大きく分けて2つの集落が存在し、それぞれ人口が集中している。一つは太田上町、太田下町地域で、もう一つはレインボーロードやサンフラワー通りがある布施市町、松縄町、今里町地域である。太田上町、太田下町地域は戦後に琴電太田駅の沿線の地域として発展したため、狭く入り組んだ道に住宅が密集している。それに対して布施市町、松縄町、今里町地域は2度にわたる区画整理、太田第一、第二土地区画整理事業が行われ、新興住宅や高層マンション、多数の郊外型ショッピングセンターが立地し、高松市内で近隣商業活動が最も活発な地域の一つである。高松市太田市長所管内。今里町、今里町1丁目、今里町2丁目。松縄町。布施市町。太田上町。太田下町。三条町。歴史。
1940年2月11日、太田村が八島町、古高松村、北村、鷺田村とともに高松市に編入された高松市第四次合併。かつて香川郡太田村、布政市村、松縄村、今里村と万蔵村の一部、現三条町であった地域で、1890年2月15日の町村制施行に伴い、太田村、布政市村、松縄村、今里村の現在の太田地区4村と、福岡上村、現上福岡町、観光町の5村が合併して太田村が発足した。なおこの時、現三条町の部分は、万蔵村の一部として坂田村、直子村、馬場村、沖村とともに鷺田村、現鶴尾地区となった。その16年後の1956年に行われた昭和の大合併、高松市第5次合併では、地域が一気に拡大したため、市民サービスの窓口として、第4次合併で編入されていた地域も含め、それぞれに高松市の出先機関である市長所が設置された。この時、旧太田村には太田市長所が設置されたが、旧村内のうち上福岡町と観光庁は市役所本庁の管轄として市長所の管内とはならず、さらに本来ならば鶴尾市長所管内になる旧鷺田村の一部の三条町が太田市長所の管内に組み入れられた。高松市に合併された時点のこの地区はまだ純粋な農村地帯であり、一面に田が広がっていた。戦後になり高松市中心部のベッドタウンとしての傾向が強くなる。その傾向に拍車をかけたのは、戦後間もなく始まった太田第一土地区画整理事業で、上福岡町と今里町のほとんどが区画整理され、その後の太田第二土地区画整理事業では松縄町、布政市町のほとんどが区画整理された。これらは地区内の面積の約半分にあたる。それによって出現したレインボーロードやサンフラワー通り周辺は、20世紀末から21世紀にかけて郊外型の近隣商業が集積し、急速に発展した。年表は割愛いたします。経済、高松市の平均と比較して第一次産業マイナス 2.4% および第二次産業従事者マイナス 0.9% の割合が低いかやや低く、第三次産業従事者プラス 3.3% の割合が高くなっている。以下一部分は割愛いたします。教育、市立の小中学校区は南北に細長い地区の特性上、様々な校区が入り乱れている。小学校、中学校太字の校名は地区内に位置する学校。以下一部分は割愛いたします。行政、この地区は1940年以降高松市の一部であるため、地区単独での自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては高松市太田市長所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは公民館も兼ねていて、太田コミュニティセンターとして地域交流障害学習の中心となっている。その他地区内には小学校区ごとに太田中央コミュニティセンター、太田南コミュニティセンターも存在する。また布政市町には2017年まで高松地方気象台があり、香川県の気象観測を行っていた。主な行政施設、高松市太田市長所、高松南警察署今里交番、高松市南消防署太田市長所、高松地方気象台、2017年11月9日に高松三方と合同庁舎南館に移転し、当地では無人での観測のみとなっている。交通、琴電太田駅を中心として自然発生的に発展した太田上町、太田下町と、区画整理に伴う道路整備で人工的に発展した布政市町、松縄町、今里町では交通体系が大きく異なっている。なお三条町は琴電三条駅が町の中心から離れた場所に位置するため、その恩恵を受けられる部分が一部に限られており、また区画整理なども行われていないが、中心を通過する塩の江街道、香川県道280号高松香川線、旧国道193号
がもたらす高松市中心部からのスプロールによりマンションなどが林立した地域である。太田駅を中心とした太田上町、太田下町は駅に近く、公共交通機関の利便性には恵まれているが、一方で農村地帯であった頃のあぜ道などがそのまま生活道路として利用されているため、対向すらできない狭隘な道路が多く存在する。さらにそこに住宅が密集しているため、特にラッシュ時を中心に道路は飽和状態となっている。それに対し、区画整理により道路を中心とした町づくりが行われた今里町、松縄町、布施市町は道路状態が良く、国道11号バイパスも通っているなど自動車による交通アクセスは良いが、駅が遠い場合が多く、自動車の保有を前提とした新興住宅などが多い。また高松市中心部に向かうには太田駅や三条駅の場合は公共交通機関の利用のほか、それ以外の地域でも自転車による通勤通学も可能な距離である。しかし高松市内の他の地区に向かうにはその地区の公共交通機関が脆弱な地区が多いため、やはり自家用車での移動が中心になる。道路、この地区は高松平野のほぼ中心に位置していることから市内からの交通アクセスが良く、国道11号高松東バイパスを中心に県道、市道を問わず多くの幹線道路が通過している。生活道路の道路概況は地区の大半を占める区画整理の事業区域内とそれ以外の地域で大きく異なる。今里町、松縄町、布施市町ではほぼ全域が区画整理され、車社会を見据えた整然とした街並みを形成している。一方、区画整理されていない三条町、太田下町、太田上町では農村地帯であった頃のあぜ道などがそのまま道路になっていることから、特に家屋が密集する太田駅周辺を中心に自動車の対向すら困難な狭隘な道路が多い。鉄道、中心駅は琴電太田駅で、地区内に位置する唯一の駅である。また同じ琴電の三条駅は三条町ではなく隣接する本町地区上野町との境界付近に位置する駅であるが、三条町と布施市町ではこの駅が最寄り駅である。なお国道11号高松東バイパスとの交差地点に布施市駅を建設中である。布施市駅は布施市町ではなく太田下町に所在するが、太田上町に所在する太田駅との混同を避けるためこの駅名となった。琴電、琴平線、太田駅、名所、旧跡、観光レジャー、地区内に主だった観光施設や名所などはない。以上で読み上げは終了いたします。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。